およそ700メートル先、日野沢方面へ左方向です。はい、皆さんこんにちは。はい、ということで今日はですね、この、以前というか、買いました新車のボルボに乗ってですね、なんと今日は、埼玉県秩父まで、旅行に来ております。どうでしょうか、うん、どうですか、ボルボどうですか。ボルボいいよ。ボルボすごいですよ、本当に。この乗り心地、今ですね、埼玉県秩父は、万願の湯と読むんでしょうか。あれは万願の湯ですかね、うん、はい、そちらの方に今、向かって、おります。いいですね、やっぱり、こうやってドライブするのもいいですし、この道が、いやちょっとね、あいにくの雨だったんですけども、久しぶりの雨で気温もぐっと下がったね、雨降ったおかげで。ね、どんどん下がってる、今25度ですね、うん、昨日までね36度とかが5日連続で続いてたんですけど、雨が降ったおかげでかなり今過ごしやすい感じになってますね。先ほど長瀞というところに行って、岩畳だっけ、うん、ちょっとね観光スポット見てきてですね、ものすごい雨だって、大雨でちょっと撮影できなかったんですけど、ちょっと今、雨が落ち着いたので、今日はね埼玉県秩父までの、旅行を撮影している感じであります。どうですか、京子さん。自然は癒されますね、やっぱり。やっぱ緑はいいよね、うん、なんか視力が回復した気がする。わかる、いっぱいこういうの見て、うん、遠く見て、なんかさ本当になんか九時みたいじゃん、うん、岩手みたい、うん、なんかこの湿った空気も似てる、なんか田舎に来たかったんだよな、田舎の温泉郷みたいなとこがさ、行きたくてさ、ちょっと思ってたとは違うけど、でもいいよ、すごくね、十分満足、都市部を離れてね。なんか埼玉って感じがしないんだよな、なんか長野って感じしない、うん、なんかわかんないけど、隣さんとは思えない感じの静けさ ね、長野って感じます。このドライビングスムーズさ、安定感、車体の、いやボルボ買ってよかったなって感じですね、本当に最高じゃん、うん、ぜひ皆さんボルボおすすめです。これはました、秩父温泉万願の湯、行ってみたいと思います。サイダー、
梅の味せえへん、うん、しない秩父名水すごい、ね、そんなのあるんだ。ぜひ皆さんも満願の湯来てみてください。